どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アメリカンエキスプレスクレジットカード限定オファーのキャンペーンプラスアルファということでね、解説やっていきたいと思います。今回のオファーはプロパカードと言われているアメリカンエキスプレスがね発行しているクレジットカードと、セゾンアメックスのようなね提携カードに来ているオファーの紹介と、あとですね、プラスアルファとして三井住友クレジットカードのキャンペーンですね、こちらね解説やっていきたいと思います。まずねちょっと画像をバンと出しておきますけども、今回のキャンペーンはですね、セブンイレブンで 20% キャッシュバックキャンペーン、ローソンスキヤで 20% キャッシュバックキャンペーン、リモートワーク応援キャンペーン、オンライン英語学習 20% キャッシュバックキャンペーンということで、キャンペーンがね一気にザザンと来た感じですね。結構一気に来てねびっくりしたわけなんですけども、まずねセブンイレブンの 20% キャッシュバックキャンペーンからね解説していきたいと思います。期間中にねセブンイレブンでアメリカンエクスプレスのクレジットカードを利用すると 20% キャッシュバックされるキャンペーンという風になっております。キャンペーンの概要ですね、期間が8月4日から9月の30日先着10万名という風になっておりまして、還元額が 20%、 上限は500円までという風になっておりまして、支払い対象金額は2500円という風になっております。こちらね事前登録は必須ということで、まぁ、ちょっとこちらのオファーの見方とかはですねちょっと後で解説させていただきます。対象外店舗は東京ミッドタウン店と、オンライン決済は対象外、またねクレジットカードで決済した場合は対象なんですけども、クイックペイで払った場合は対象外という風になっておりますんで、こちらね注意していただきたいと思います。次にですね、ローソンスキヤ 20% キャッシュバックキャンペーンですね。こちらは期間中にローソン、こちらはナチュラルローソン、ローソンと、ローソンストア100またはスキヤでタッチ決済すると 20% キャッシュバックっていうキャンペーンですね。キャンペーンの概要なんですけども、8月4日から9月の30日まで先着50万名というふうになっておりまして、還元額は 20%、 こちらね上限は3000円までというふうになっておりますんで、支払い対象金額は1万5000円という風になっております。こちらもね事前登録が必須のキャンペーンという風になっておりまして、対象外ですね、オンラインの決済は対象外、またねスキヤの対象外店舗もですね、まあ、意外と多いっていう風になっておりますんで、ちょっとね画像を出しておきますけども、対象店結構ありますので、こちらのキャンペーンね利用する際はこちらね確実にチェックしてからね利用するようにしていただきたいなという風に思います。またねこのスキヤとローソンのキャンペーンなんですけども、タッチ決済が対象という風になっておりますので、クレジットカード決済もしくはクイックペイでね決済した場合は対象外という風になりますので、ここもね注意していただきたいなという風に思います。またね、皆さんねこのタッチ決済って利用したことありますかね。こちらアメリカンエクスプレスのクレジットカードなんですけども、まあ、ここら辺にね、まあ、Wi-Fi マークみたいなのが、まあ、あると思うんですけども、まあ、こちらはついているカードであれば、このタッチ決済がまあできるっていう感じになってるわけなんですけども、カードのね、機械に差し込むわけでもなくて、機械にかざしてね、まあ、タッチするっていう決済方法になっておりまして、これがね、まあ、注意していただきたいっていうよりかは、これね、店員さんも結構知らないことが多くてですね、私もですね、こちら何度かやったことあるんですけども、店員さん知らないんですよね。ですんで、タッチ決済でっていうと店員さんはみたいな顔されちゃうことがね、まあ、結構ありますんで、まあ、個人的にはですね、まあ、このタッチ決済なんですけども、まあ、店員さんに言う場合はですね、まあ、クレジットカード決済でっていうとね払うところがですね、まあ、光ってですね、まあ、そこに、まあ、タッチすればね支払うことできますので、まあ、そういう感じでね、まあ、利用していただければなっていうふうに思います。店員さんがね、知らないっていうことも結構多々ありますんで、まあ、その点はね覚えておいていただけたいなっていうふうに思います。まあこれクレジットカードの機械に読み込んでね決済してしまったらですね対象外っていうふうになってしまいますんで、まあ、ここはね、注意して利用してみていただけたらなっていうふうに思います。次にねリモートワーク応援キャンペーンとオンライン英語学習キャンペーンの解説ですね。こちらはまあちゃちゃっといきたいなというふうに思うんですけども、リモートワーク応援キャンペーンの方ですね、期間中1万円の利用で 20% キャッシュバック、期間が8月の4日から9月の30日先着が2万名までというふうになっておりまして、還元率は 20%、 上限2000円までというふうになっております。ですので支払い対象金額は1万円っていう感じになります。こちらも事前登録が
必須のキャンペーンというふうになっておりまして、対象店はですね、エプソンダイレクトショップ、オフィスコム、日本 HP というふうになっております。こちらはですね、クレジットカード決済のね、キャンペーンというふうになっておりますんで、こちらね、クイックペイは対象外というふうになっております。次ですね、オンライン英語学習キャンペーンですね、スタディサプリイングリッシュとネイティブキャンプのサービスですね、期間が8月4日から9月の30日まで、先着3万名というふうになっておりまして、還元率は 20%、上限が1500円までというふうになっております。対象支払い金額は7500円になっておりまして、事前登録は必須のキャンペーンというふうになっております。以上はですね、今回アメリカンエクスプレスのクレジットカードオファーのね、キャンペーンというふうになるんですけども、一番最初に紹介させていただいたセブンイレブンのキャンペーンありますよね。こちらのキャンペーンのみですね、セゾンアメックスのようなね、国際ブランドがアメリカンエクスプレスのクレジットカードってありますよね。まあ、そういうカードでも対象というふうになっておりますんで、こちらね、キャンペーンの URL は動画の概要欄に載せておきますので、セゾンアメックスとかね、まあそういうアメリカンエクスプレスのね、クレジットカード保有されている方はね、ぜひエントリーして利用してみていただきたいなというふうに思います。次にですね、こちらのオファーの見つけ方なんですけども、こちらね、アメリカンエクスプレスのスマートフォンアプリ、もしくはウェブでもね、確認することができるんですけども、アプリの方でね、まあ、ちょっと解説させていただこうかなというふうに思うんですけども、ちょっと画像を出しておきますね。アプリをログインしていただいて、右下にね、オファーというボタンがあると思うんですけども、そちらをクリックしていただくと、今回のね、キャッシュバックのキャンペーンのオファーがですね、出てきますので、そちらでね、エントリーして、利用するっていう形になります。事前登録はね、必須という風になっておりますんで、エントリーしてから実際に利用するっていう手順だけはね、間違えないようにしていただけたらなという風に思います。次にね、おまけ情報ということで、三井住友ビザカードのキャンペーン解説ですね。セブンイレブンタッチで500円以上利用すると 100% キャッシュバックキャンペーンってのがね、来ております。こちらね、三井住友ビザカードのエブリプラスっていうクレジットカードなんですけども、こちら辺にね、先ほど言った通りね、Wi-Fi マークみたいなのありますよね。こちらが付いているね、クレジットカードが対象っていう風になっておりまして、こちらね、セブンイレブンで500円以上ね、利用すれば500円ね、そのままキャッシュバックっていう感じになります。期間が4月3日から9月の30日。対象店はセブンイレブンという風になっておりまして、キャンペーンの金額は500円。キャッシュバックも500円という風になっております。こちらのキャンペーンはね、エントリーがね、必要ないということですんで、手元にね、三井住友ビザカードのクレジットカードがある方はですね、ぜひ利用してみていただきたいなという風に思います。対象カードなんですけども、ちょっとね、画像をこちらに出しておきますけども、残念ながらね、ANA などのね、提携カードってありますよね。そちらは対象外っていう風になっておりますんで、基本的にはですね、三井住友ビザカードがね、発行しているクレジットカードのみっていう感じになります。で、こちらもですね、タッチ決済っていうことになってますんで、こちらはね、注意していただくのと、先ほどもね、言った通りね、店員さんが知らない場合もね、ありますので、その点もね、注意してみていただきたいなっていう風に思います。でもですね、こちら500円以上利用すれば、そのまま500円返ってきますんでね、セブンイレブンで500円分ね、好きなもの購入できるっていうキャンペーンですので、もしね、保有されている方はですね、ぜひ積極的に狙ってみていただきたいなというふうに思います。いかがだったでしょうか？今回はですね、アメリカンエクスプレスの特別オファーキャンペーンね、解説させていただきましたけども、アメリカンエクスプレスのね、クレジットカードはね、基本的に年会費がかかるクレジットカードではね、まあ、あるんですけども、その分といってはね、なんなんですが、最近ね、このアメリカンエクスプレスの特別オファーの量がね、まあ、かなりすごいっていう感じで、まあ、結構来ているんですよね。またね、アメリカンエクスプレスのプロパカードにはなるんですけども、新型コロナウイルスの特別措置ということで、キャンセルプロテクションとかもね、充実していて、ちょっと画像を出しておきますけども、まあ、こんな感じでね、旅行がキャンセルになったりした場合ですね、その費用ね、最大1枚までね、負担してくれるとかもね、やっておりますので、まあ、個人的にはですね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードね、1枚ぐらいね、持ってても、いいのではないのかなっていうふうに思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういった、お得情報、クレジットカード、ANA マイル、JAL マイル、マリオットボンボイホテルのことなんかね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。今回のね、このキャンペーンなんですけども、こういう先着でね、始めるようなね、キャンペーンについて
については、まあ、動画もねタイミング見てね出させていただいてはいるんですけども、私のチャンネルのねコミュニティ欄っていうのがね、まあ、ツイッターのつぶやきみたいなのがあるんですけども、そちらでもですね発信しておりますので、チャンネル登録されている方、まあ、されてない方もですね、ぜひそちらもねチェックしていただくと、まあ、スピーディーにね情報を発信しておりますんで、そちらもねぜひチェックしてみていただけたらなというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。